皆さんこんにちは、名矢漬けますでおなじみの藤圭子さん、宇多田ヒカルが激白した母の死の真相、壮絶な借金人生について紹介します。まずは藤圭子さんの経歴とプロフィールから紹介します。藤圭子、演歌界の著名な歌手であり俳優でもある。彼女の本名は宇多田純子、旧姓は阿部である。音楽の世界における彼女の最後の伴侶は音楽プロデューサーである宇多田テルザネだった。また彼女はシンガーソングライターである宇多田ヒカルの母親であり、演歌歌手の前川清を持とうとして持つ。彼女の兄藤三郎は1970年に演歌歌手としてデビューを果たし、一度は引退するものの飲食業を含むさまざまなビジネスを経営した後、2022年に音楽界に戻ってきた。その兄の長女、つまり藤圭子の姪も、父親が音楽活動を再開したのと同時に歌手としてのキャリアをスタートさせた。1960年代末期から1970年代の初めにかけて、夜の街の女性たちの深い感情をテーマにした悲しくも美しい楽曲を、独特のハスキーな声と力強い歌唱スタイルで表現し、彼女の繊細な外見とその歌声のギャップが魅力的で多くの人々を魅了した。その中でも特に有名な曲には、新宿の女、女のブルース、恵子の夢は夜開く、京都から博多までなどがある。他の歌手のヒット曲も幅広くカバーしており、多くの曲で本家を凌駕する歌唱力と表現力を発揮したと評される。嘘をカバーされた中条きよしは、こんなにうまく歌われたらたまんないよと作曲した平尾正明に伝えた。歌手の宇多田ヒカルさんが自下母藤圭子さんについてのコメントを2013年8月26日に公式サイトで発表した。藤圭子は2013年8月22日朝、東京西新宿のマンションから飛び降り、搬送先の病院で死亡が確認された。サイトには藤圭子の元で所属事務所代表の宇多田テルザネさんのコメントも載せられている。ヒカルさんは8月22日の朝、私の母は自ら命を絶ちましたとの書き出しから、さまざまな憶測が飛び交っているようなので、少しここでお話をさせてくださいと経緯を説明している。藤圭子はとても長い間精神の病に苦しめられていましたというが、病気の性質上本人の意思で治療を受けることは非常に難しく、家族としてどうしたらいいのか、何が彼女のために一番良いのか、ずっと悩んでいましたと話す。幼少期から藤圭子の病気が悪化していく姿を見ていて、症状の悪化とともに家族も含め人間に対する不信感は増す一方で、現実と妄想の区別が曖昧になり、彼女は自身の感情や行動のコントロールを失っていきましたと言い、そんな藤圭子に、私はただ翻弄されるばかりで何もできませんでしたと明かした。自を選んだことには、母が長年の苦しみから解放されたことを願う反面、彼女の最後の行為はあまりに悲しく、後悔の念が募るばかりだという誤解されることの多い彼女だったというが、実際には誰よりも可愛らしい人って悲しい記憶が多いのに、母を思うと鬼神に浮かぶのは笑っている彼女、母の娘であることを誇りに思う、彼女に出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいですと話している。一方、テルミノルさんは今回の事で世間を騒がせていることについて心からお詫びを申し上げますと語り、ヒカルさん、テルミノルさんを気遣うメッセージに、この場を借りて感謝の意を表明させていただきますとした。艶や葬儀は個人の遺言書に書かれていた本人の強い意志により行わない。出会った当時から感情の不安定さがあったようだが、心を病んでいるというよりも類まれな気まぐれな人としか受け止めていませんでしたと言い、僕にとっては十分に対応できる範囲だと考えていたという。しかしヒカルさんが5歳ぐらいの時からテルミノルさんの母親に対しても攻撃的な発言や行動が見られるようになり、ヒカルと僕もいつの間にか彼女にとって攻撃の対象になったが、攻撃した直後にはまた感情が変化し、いつも数分後はごめん、また迷惑かけちゃったねと謝ってきたという。病院での治療を進めると、
テルミノルさんへの不信感を抱かせることになり、結果本人が拒絶し続けた。治療がなされないまま、彼女の苦しみは年を追うごとに重症化したものと思われます。ここ十数年、恵子さんは海外を頻繁に旅していた。そのような環境の中、光と僕には昼夜を問わず予期せぬ時間に電話連絡が入り、元気という普通の会話が交わされる時もあれば、心当たりのない理由で罵声を浴びせられる時もあり、相変わらず心の不安定さを感じさせられてとても気がかりでした。そして僕が純子と会話をしたのは今年の8月14日でした。といい、珍しく明るい口調で、元気そうな純子の声で約8分間にわたり世間話を含めお願い事を何件か受け了承したというテルミノルさんは、覚悟の上での投信時だったのか衝動的に飛び降りてしまったのか、今となっては知りようがありません。最終的に僕から救いの手を差し伸べられなかった悔しさ、大切な人間を失った悲しさでいっぱいですなどと語っている。記事によると、恵子と結婚した当時のテルミノル氏は翻訳やガイド業を行っており、とても裕福とは言えない状況だったようだ。借金も抱えており、ある時は恵子の母に金をくれ、ないんだったらマンションを売って手配してくれと迫ったこともあったという。当然母は難色を示したが、マンションだって恵子が稼いだ金で買ったんだろと怒鳴り、口論に発展、結局はマンションを売却して3000万円ほどの金をテルミノル氏に渡すことになった。また何度も離婚を繰り返している2人が復縁をするわけは、離婚してもテルミノル氏が金に困って恵子の元に戻ってくるから、三郎氏の家族と食事をした際も恵子がお金がないと話し20万ほど援助したことがあったという三郎氏の話から浮かび上がってくる。テルミノル氏の素顔は、少なくとも金銭面に関しては典型的なダメ男。恵子は最初の夫である前川清ともたった1年で離婚しており、恵まれた恋愛をしてきたとは言い難い。宇多田ヒカルが歩んできた人生は多くの点で母親に似ているとよく言われる。彼女がデビュー曲で大成功を収め、音楽界での彼女の地位を確固たるものにしたのはただの偶然ではない。彼女は19歳という若さで結婚し、その後数年で離婚するという、まさに母親の恵子さんの人生の軌跡をたどっているような部分がある。そんな宇多田の近況が恵子関連の報道によって明らかになった。宇多田は現在恋人とロンドンで暮らしているという。相手は2009年に交際がスクープされた福田天人氏、長野県安曇野市に位置する自然治癒力を高めることを目的とした施設の代表の息子で、仏教などをテーマとして扱う日本画家でもある。宇多田は精神的疲労を回復するために前述の施設を訪れ、そこで福田氏と出会った。とある音楽関係者はこう話す。オートマティックやトラベリングをはじめとする数々のヒット曲で人気を博しているシンガーソングライター。宇多田ヒカルさんが8歳年下のイタリア人男性との離婚が確認された。これは彼女にとって再婚であったものの、結婚生活はわずか4年で幕を閉じることとなった。この離婚のニュースは2018年4月7日に日刊スポーツで報じられた。離婚が成立したのは数ヶ月前で、友人の話として伝えられている。さらに夫の故郷であるイタリアの南部プーリア州のファサーノ市近郊でも徐々に2人の離婚の話が広がっている模様だ。宇多田ヒカルは人生を豊かにするためには一時的な休息も必要だと考え、2014年2月には活動を無期限で休止した。その後都内の高級ホテルで働くバーテンダーと結ばれ結婚を発表。翌年には家族が一人増え長男が誕生した。彼女は自由で束縛を嫌う性格が特徴で、写真家兼映画監督の桐谷和明との間に結ばれた結婚生活もわずか4年半で幕を閉じた。宇多田の母藤恵子もまた多彩な人生を送っている。かつては歌手の前川清と短期間結婚した後、宇多田の父テルミノル氏との間に結婚と離婚を繰り返し、結果として7回もの別れを経験している。マスコミ関係者は宇多田ヒカルさんの自由奔放な性格は
母親譲りかもしれませんね、と語っている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。